リコード、スタート。It's finally time for what I assume is the last battle. I wonder what is going to happen. アルティミーシャと戦うんだね。じゃあ、行きます。ここは約束の場所か。アルティミシア、ここはあんたの場所じゃない。大切な思い出の地なのだとか。だったらなんだ。この場所はいずれ時の彼方に圧縮される。思い出の地を破壊され、不確かな記憶に壊れゆく哀れなシード。私はその時をただ待つのみ。俺の思い出を混乱させて心ごと壊そうと。惑わされぬなら壊すまでです。させるわけないだろ。そのために俺たちはここに来た。たかが幻に随分勇ましいのですね。幻だとしてもあんたなんかに踏みにじらせはしない。その言い方、幻だったのか。気に入らないとダダをこねる子供のよう。気に入らないから世界を潰す。あんたも似たようなものだ。そう、そうかもしれません。そしてパラミティアの戦士もそれは同じ。何のことだ。混沌の濁流で世界を破滅へと導いた。それは安心なさい。時間圧縮が終われば過去の過ちもいずれ消滅するでしょう。消えてほしいわけじゃない。忘れたいわけでもない。気に入らなかっただけだ。ならばなおさら。あなたたちは私と同じ。皆自分のために世界を。いや違う。変わらない。私たちに違いなどありはしない。確かに俺たちは一度世界を壊したかもしれない。でもあんたみたいにただ壊して終わりじゃない。何が違う。壊れた世界で残ったものを守って、帰る。あんたなんかと一緒にするな。これは一体。くだらない、くだらない、くだらない。壊れた世界に残るものなど何もない。お前たちに守るものなどありはしないのだ。ある。たとえ世界が壊れても消えないものは必ずある。お前たちの大好きな絆とやらか、思い出も約束も全てまやかしだ。そんなもの私の世界には存在しない。見えてないだけだろ。見えないならばないのと同じ。腐った種を思い出ごと消し去ってくれる。来るか。すべての存在を否定しましょう。来るか。アルティミシアに永遠のヘイスト、そして僕に永遠にする。僕は一人じゃない。一人じゃない。レアビリティ。時間。Time compression? I don't think it's time compression, but anyway, it erases time compression. Full SNA erases all my debuffs. Full dispel on all enemies, buff, removes all buffs on enemies. So,
俺は一人じゃない。覚悟、アルテミシャ。強敵には慣れている。よし、でこれからはあとはブレイクするだけだね。ガーディアン召喚ダブル。クソ、ガーディアンからトルネード。ドロトルネードとメイルストロム。ミスの戦隊攻撃プラス HP 回復プラス必殺技、必殺技ゲージだ。じゃあこれでドアを打ってみしゃ。トルネード決める。うわ強っ。そしてそこのガーディアンが消えたんだ。こっちももう倒したんだ。覚悟、アルテミシャ。ブラックマテリア。あ、HP 低いね。とにかくやるしかなければ、やるだけだ。これで最後だ。ダブルファイジャー。でもそんなに強くなさそうね。ブラックマテリア。ガーディアン召喚、また。刹那に消し去りましょう。僕は一人じゃない。アルテマ、いや、アルテマよりクエイガーがなんだ。クエイガー、クエイクガー。うおー、すべての存在を否定します。あ、あいつから重き痛みを。お前もクエイガーだと。あれ、そんなに強くない。でもこいつからがもう何もドローできないから、消すんだけど。ガーディアン召喚。なるほど、ガーディアンからいろいろな魔法がドローするんだね。じゃあメテオと恋が、メテオ。よし、タコスミグレート。もう何もドローさせない。ショックウェーブパス。あ、やばい、こいつがやばいね。くそ。クラウド助けて。よし、回復したんだね。ダブルストーンじゃ。こっちの方がそんなに強くないんだ。
ガーディアン召喚、メテオとメイルシュトロームでしょ。でも無駄だ。だって一人じゃないんだ。全ての存在を否定しましょう。あっちからメイルシュトロームが使うんだ。何？何？じゃあ、こっちからブラックマテリア使って。お前のガーディアン全部消すんだ。連続剣。よし、オイナルゴスペルブラグマテリア。これで倒すんだ。何？倒せないんだ。くそ。消えてなるものか。消えてなるものか。ポカリプス。何？くそ。でもそんなに強くない。他には何もドローできないんで。くそ、強いんだね。でも強くても倒したのかな。倒したんだ。厳しい。 HP を半分にする攻撃か。あ、 HP が低いみたいね。思い出したことがあるかい。 Is there something you remembered? Eye of Storm! タコスミグレート。From your childhood. その何か? I don't know what it says here. The words from that time.The feelings from that time. Apocalypse. By becoming an adult.
You're something. あ、そういえば回復しないとね。You're something, right? ポカリプスか。厳しいね。The time, it won't wait for you. Even if you try to hold on to it. I wasn't able to read that one. あれ?もう痛くない?アポカリプス。レアビリティ。魔女と戦い。The ultimate attack to stop the battle with the witch. アポカリプス、ドロー。アポカリプス。And逃げただけだ。アルティミシアの目的が俺の思い出を壊すことなら行き先は予想できる。行くのか。ああ、俺の使命だ。ついてくるなよ。ここから先はパラミティアじゃない。俺の思い出に踏み込まないでくれ。一人で大丈夫か。俺は一人じゃない。だから帰らないと。帰り方は、帰る場所を思い浮かべるんだ。迷子にならないように。時間、場所、一緒にいたい人、思い出や約束を頼りに、圧縮された時間の中を元いた場所に向かって進む。思い出、約束。アルティミシアには帰る場所がなかったんだな。魔女の帰る場所か。考えたこともなかったな。覚えておく。そんなに大事なことか。俺も魔女の騎士なんだ。いつか役に立つかもしれない。あれがスコールのクリステルか。覚えておかなくていい。あんたの魔女にはあんたとの約束がある。だから忘れていい。戻ってこられても面倒だ。あんたは約束のことだけ考えた。そうだな。あんたも俺もきっと忘れる。時間圧縮は終わったんだ。あんたが止めたからな。俺たちだ。これで終わりか。なるほど。
人の心配をしてる場合じゃなかったな。思い出、約束、時間、場所、一緒にいたい人か。日和ですよ。なんだそれ。これで終わりか。So that's all for the event for Final Fantasy VIII Inside Mebius Final Fantasy. It was nice, but it was different from Final Fantasy XIII or Final Fantasy VII, because in those games they said they will return and they will bring someone else with them. But but in that case, in Final Fantasy VIII's case, Squall never said anything about coming back to Paramythia, so that was a bit weird. Anyway, I really like this event. I really like the draw system they added only for this event. It was quite nice. And at first you could draw like Fire, Fairaga, Amblisaga, Amblisaja, and it was like just like Final Fantasy VIII because you could draw magic. But later on you could start drawing all kinds of things. Like you could draw a sandstorm, a lot of enemy attacks like 1,000 needles, and then you started drawing even more absurd attacks, like you will draw dead blows and limit breaks from enemies, and you will need to use them to defeat them completely. And in the end, you could draw like the time compression magic or whatever that thing was that let you have haste forever, and the enemies will have slow forever, and vice versa when the enemies cast that time compression. It was really fun. It was fun going back to Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII エピソードクリアしました。チャレンジエリア、チャレンジエリア開く。チャレンジエリアが見つかりました。ドローの使い
どころを何かシードの何か何か。わかった。読めなかったんだ。Anyway, that's all for now. I'm going to stop the recording here. Till next time. Bye.